Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tones. 20世紀ロックへようこそ。今日は1月4日なんですけど、まあ、1日は自分の実家、2日は嫁の実家で、それぞれお酒かっくらって記憶をなくして帰宅するっていう、まあ、例年通りの過ごし方を今年も全うしたんですけど、昨日はね、その書き初めならぬ買い初めってことで、ちょっと新宿のレコヤをパトロールしてきましたと。で、まあ相変わらず特に目新しいものはないんだけど、でもそれなりにいい感じのラインナップを持ち帰れたかなって感じなんで、うん、今日はそれを共有しようかなと。つかこれって買い初めってだけじゃなく、その聞き初めでもあるのでね、2022年最初に聞くアルバムはこれだって感じで、まあ、ゆるりとご覧いただけたらなと。はい、そんな感じでお届けしていきます。まず1枚目がこれ、ジェネシスのナースリークライム、怪奇音楽骨董箱って謎の放題がついてましたっけ。これ聞いたことがあるかないかって言われたらないわけではないんだけど、でもこれまで持ってたことがあるかっていうと、うん、持ってはいなかったんですよね。だからそういう意味ではちゃんと向き合ってきっちり聞くのは今回が初めてになる。言ってみればライクアバージンみたいな、限りなくファーストタッチなニュアンスで、うん、これから楽しもうと思います。スティーブ・ハケットとフィル・コリンズが参加するのはこのアルバムからなんだよね。つまり全盛期のメンバーが揃うと。そのくらいの予備知識はあります。なんだけどこれ見開きジャケだってことすら知らなかった。だし中面もなんかこう挿絵とか入ってて素敵な感じ。そうだね、だからまだ聞く前とはいえすでに満足感高まってる感じしたり、うん、今年最初の1枚はこれってことになりますね。ほいで特にプログラの棚を意識的に見てたつもりもないんだけど、でもこんなのも拾ってきたよ。タンジェリンドリームのルビコン。これはぶっちゃけ CD で持っててめちゃめちゃお気に入りだったりもするんだけど、でもこれ75年とかそのあたりの作品だからさ、絶対レコードで聴いたら鳴り方違うと思うし、あのクラフトワークとかも含めてこの頃の電子音って絶対レコードの方がいい音するって、そんな成功体験もあったりするので、これも今から改めて聞くのがめちゃめちゃ楽しみっていう。でて A 面がルビコン1、 B 面はルビコン2っていう、それぞれが片面1曲だし、基本的には後のテクノにつながるミニマルな構成だったりするからそうだね、これについては本当内容は熟知しているので、音を楽しむイメージです俺にとってはね。あ、でこれも CD で持ってる枠ではあるんだけど、でもやっぱずっとレコードで欲しいなと思って狙ってたブライアン・イーノの Taking Tiger Mountain。 つか今気づいちゃったけど今年は寅年だねなので着せずして今年らしいというか年始らしいアルバムかも。まあ、内容的にはニューウェーブの絵画というか、この後のニューウェーブにつながるあらゆるアイデアが凝縮されてる的なさ、言ってみりゃ先鋭的なポップスって言えるイーノの歌物時代の傑作ってことになると思うんだけど、これリリースされたのは74年とかそんな感じだと思うんで、うん、当時からしたらまさに未来の音楽だと思うんだよね。あのバーハウスがカバーしてるサードアンクルって曲がこのアルバムの B 面1曲目に収録されてたりもすると。それだって正直こっちのオリジナルの方がかっこいいじゃんと思うくらいめちゃめちゃ活かしてるからね、うん、これもレコードで聴くのは初めてなんでめっちゃ楽しみです。あ、でこんなのも拾ってきたよ。これはシルバーヘッドの 16&サベージド。なんか謎な放題がついてたはずだけどちょっと忘れちゃった。凶暴の美学とか言ったっけ、全然違うかな、うん、この人たちはあのお化粧してたんだっけ。なんかグラムロックの範疇で語られることが多い気がするけど、俺にとってはストーンズの流れというかフェイセスなんかと同じ属性で捉えてたりするんですけどね。つか1曲目のハローニューヨークとかもう豪快なロックンロールって感じでたまらなく痛快だったりするけど、あ、でも若干そのデビットボーイのサフラジェットシティに近いニュアンスも感じるからそういう意味で言うと、まあ、グラムロックの範疇でもいいのかもしれない。あの何気にシンガーのマイケル・デバレスって人は後にねパワーステーションのライブ公演に参加してたりする。つかライブエイドにパワーステーションが出演した時歌ってたのはマイケル・デバレスっていう、まあ、どういう経緯でそうなったのかは謎でしかないんだけどね。あ、でこれは持ってなかったことが自分でも意外だったりするんだけど、クリームのフレッシュクリームファーストアルバムね。あのクリームはそのカラフルクリームもクリームの素晴らしき世界もアナログの方が全然いい音するから、あのクラプトンの独特なトーンのギターとか、まあ、ジンジャーベイカーの太鼓も含めてめちゃめちゃ生々しい音がするからさ、まあ、これだって絶対外れることはないわけだし。そうだね、俺が持ってる CD は謎に I Feel Free から始まってラストにもラッピングペーパーって曲が入ってたりする。あれは CD ならではなのかアメリカ版の曲順とかなのかちょっとわかんないけど、でもむしろそんなおまけ的な要素よりさ NSU で始まって東土で終わるっていう
どう考えてもこれが正当だよなって思える曲順で、うん、しかもレコードで味わうっていうのが正解なんじゃないかなって思うんで、そうだね、もしかしたらこれをきっかけにフレッシュクリームの印象が変わるかもしれない。いい方向にね、期待値高めです。で、これは日本のロックの新着のコーナーで掘り当てました。ザ・ストリート・スライダーズのライブ版ヘブン&ヘル、これはリリース当時にその U&I で借りてきてダビングしたカセットをしこたま聞いた記憶こそあれど、一度も CD もレコードも持ってたことはないんで、そうだね、かれこれ30年以上ちゃんと聞いてないんじゃないかな。そうだね、だからこれも全く聞いたことないわけじゃないけど、やっぱりライクアバージン、セカンドバージン的な、絶対フレッシュな気持ちで楽しめるはず。選曲的にも結構なベストチョイスだと思うんですよね。1曲目東京ジャンクだし、エンジェルダストとかシーズソーヘビーなんて曲もバッチリ収録されてる。つかラストがブローザナイトだからね、それはたまらないでしょうっていう。こうライブ写真が満載のジャケっていうのも最高だよね。だってリメンもそうだし、なんなら中面もそうっていう。当たり前だけど、こういうの眺めながら聴くのだってさ、そのレコードならではの、ライブ版ならではの楽しみなわけじゃんね。で、最後にもう一枚、これはサントラのコーナーではなく普通に新着ロックの棚に混ざってたんで思わず持ち帰っちゃいました。マッシュのサントラ、これもまあ聞いたことないわけじゃないんだけど、っていうか探せば CD 出てきちゃいそうだけど、でもまあジャケ買い、中身に期待してのジャケ買いではなく単純にジャケットが欲しくて持ち帰った感じ。つってもさ、あのスーサイドイズペインレスって確かマニックストリートプリーチャーズがカバーしてる、そんな曲が収録されてたり、あと暁テルコの東京シューシャインボーイなんてのも確かチラッと収録されてたりする。そうだね、ジャケ買いとはいえ確認の意味で一回は聞いてみようと思います。ということで今年の買い初めは計7枚のアルバムを仕入れることができたし、そうだね、冒頭でも言った通り目新しいものはないけど、でもバラエティにも富んでて、どれも聴くのが今から楽しみっていう、そういう意味では聴き初めとしても当たり年になるのは間違いない。個人的にはいいスタートが切れたなって思ってます。あの以前はね、そのレコード買ってきたよみたいな動画もちょくちょく上げてたりしたはずなんで、そうだね、今日は当たりだったとか大量だったみたいな時はまた随時ご報告させていただければと思います。つかそういえば1枚だけ CD も買ってきた。これレディオヘッドの Hail to the Chief ってやつ。あのちょっと前にね、リングリンでのまひろくんが YouTube チャンネルで聞いてて、やたらうおーとかすげーとか連発してるからちょっと気になっちゃって、なんかレコードで見つけるのは大変そうだったから取り急ぎ CD 買ってみました。あ、だからまずはこれから聞いてみようか。ちょっとのんびり考えます。それでは今日はこの辺で、ベターなロックに乾杯。